FF スポーツの頂点インテグラタイプ R 現る。 FF でありながらもハンドリングはまさにピュアスポーツ。何度となくクラス上のライバルたちを相手にその卓越したコーナリングスピードで迫り、ストレートさえも互角の勝負を演じてきた。操る楽しさ、そして速さは文句なくクラストップである。まあ、シビック R ですから 1.6 リッタークラスには敵はいませんので、インテグラ R に勝負を挑みたいと思います。まあ元超一流ドライバーですからね、相手にとって不足はないと思います。まあやっつけてやりましょう。今日は僕インテ R で規定1のシビック R の挑戦を受けるんだけど、まあとにかくバカにはできないよ。いいとこ勝負だと思う。まああいつ真剣に来なきゃ俺に勝てないだろうな。まあ勝てないどころか、まあ俺の足元まで来ればいいかなと。さあシビック R がどこまで迫れるか。ほぼ横一線。しかし1コーナーはシビック R が制した。1周目はまあとりあえず遊んでやって。ああ早いな、ちくしょう。ぶっちぎってやる。こんな硬い足じゃついてこれねえだろう。アンダーは強いでしょう、そっちの方が。加速はいい勝負か。低速でのコーナリングスピードも全く変わらない。いい勝負じゃん。次で勝負だ。次の高速コーナーでぶっちぎってやる。高速コーナーではシビック R が上か。インテ R を離す。しかしここからはトルク勝負。ざまあ見ろシビック R をなめんなよ、な一昔前の車。あ、ここでやられるかもしれない。詰めるインテ R。 しかしブレーキングは互角だ。来るね来るね。ここでぶっちぎり、ここでぶっちぎり。おっと、土やシビック R クリップにつけない。ガンさんは必殺クラッチ蹴りで回転をキープ。もうそろそろ真剣にやってるのかな。はいさあブレーキング勝負。ここはシビック R が抑える。近道してやがるクソじじいちくしょう。あだ、次だ、次が勝負。このシビック R 様の速さはここだ。進入でインテ R を離す。しかし土屋シビック R 突っ込みすぎ。ああ 200cc が来る。ああスリップついてるああスリップついてる。スリップをギリギリまで使いインテ R 前へ出るかインテ R が前だ。しかしまだテールトゥノーズ。X 攻撃。ああ 200cc の差だ。コーナーで詰めても立ち上がりはインテ R が速い。うわー、でもあの 100R で絶対追いつける。絶対追いついてる。ちくしょう追いつくんだけどこの上りが離される。このの差はでかいな。兄貴分の貫禄を見せ、インテアールの勝利。シビック R 一歩届かず。ああ、やっぱ兄貴だけのことあるね。うん、だからやっぱりトルクがちょっと違うから、ね、200cc の差はね、うん、立ち上がりとこの上りな、うん、速いですよ。でも上りもそんなに差がない。一周も俺バカにしてたら抜けなかったもん。そうですね、あれ一周も前回だったんだよ。簡単に抜けるかった。高速コーナーが速いですよ、シビック R シビックね。すごい安定してる、全然無駄な動きしないでね。入り口から出口までちゃんとタイヤの設置幅が変化しないの。うん、設置線がね、だからシビックはそういったところがね、高速コーナーとか路面が荒れて荷重変動起こりやすいとこは乗りやすいし安定してる。世界中どこ探したって真っ平らなとこなんかどこにもないですからね。むしろこうやって安定してた方が早いということです。まあ兄貴分のインテアールとね遊べるなんて信じられないでしょ。 1.6 リッターでこれはもう脅威ですよ。で SIR とも全く別の車だろ。もう23秒違いますからね。ここでも乗ってももう別車だろ、それの延長線みたいなところじゃないだろ、うん、もう同じシビックっていう名前はついてるけど全然剛性も違えば、そのコーナリングのターンインまで違うし、全然別物の足回りっていう感じがして。で SIR の方はね、やっぱり今までのシビックっていう動きですよね、無駄な動きがところどころに出る。だけどシビック R はそのものすごく完成されてて、どんなにこうオーバースピードで行ってもミスっても変な動きを起こさない、これがすごく安定しててドライバーにとっては楽ですね。タイヤの運動性を目いっぱい出してくれると、これは丸です。これはね、筑波行ったら絶対やっつけてやる。ここは上りがきついからしょうがない、負けてやったけど筑波俺は絶対負けないよ。まあ筑波楽しみだと思うよ。いい対決すると思う。